そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、コナハンの著者です。で、普段は主に子供たちの前でやればできるわけでもない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響でほぼ仕事を奪われ、なんと3月16日までに、87連休、はい、現在も26連休確定の今日が26連休目です。まあ、仕事も収入も全くなくメンタルがずっと捉えられてますけども、はい、そんな中で1日も休まず続けてます。アニメリアクション今日で2年と19日ですが、去年の8月18日より以前の1年5ヶ月分の動画を失い、ウマ娘がなくなったことでこの4、5ヶ月ずっと2桁再生、チャンネル登録全く伸びず、冬アニメボロボロ、春アニメも今のところボロボロです。全く再生されてません。正直しんどいしやめたいんですけどね、なんとか歯を食いしばってね、持ちこたえて継続中なんで、ぜひとも応援してやってください。そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィール、すべて説明文にあります。ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画を再生リストに、作品別にまとめてます。今年の9月ぐらいにでかい発表あると思うんで、お楽しみに。では、行きましょう。3、2、1、スタート。今は今大学院2回生から24歳だね。Sorry, naive.
なのかいっぽいね。あ、母ちゃんと二人暮らし。闇深いぞこれ。筋肉は人生だって書いてるやん。よし、オッケで、琴の花ツッコミがおもろい。37度8分か。そんま一人暮らしの風はほんまにきつい。約17年一人暮らしでしたからね、よう風邪ひいたんです。
鍵開いたまんま。どんな中かな。靴あんのに。やっぱ布団の中。彼女お借りしますの一話やな。隠さんでええのに。あ、寝るんちゃうこれ。筋トレしてるやん、これ池田先生の。雪村に映ったんちゃう？やっぱり。そんなものを
踏んでやってたけどね。4万4000円。なぜ僕に代わるのができないのか。
大丈夫、ゼロ人がここにいるから大丈夫やぞ。身長142センチ、30センチ。いた、一人。で、やっぱり。いやいや、アイカっぽい。エナもアイカっぽいけどね。博士号行く？博士課程ね。博士課程ね。よくここで寝てるのは、家にあんな事情があったからだよね。山本アリカまた出てくるんでしょうか。そっか、これハニーワークスないね。ライブに行ってみた。よいしょ、はい。はい、ということで、なんかね、今回はその、茨田エナの、ちょっと家がね、フューチャーされたけど、あれ、お母ちゃん言うね、叫びたりになってんの。なんでああなったの。そこをちょっと掘り下げてほしかったかな。まあまあ、一方ね、この世の中にはどうにもならないことがあると。そこでね、大学院はいつか卒業しなければならない。で、進路をどないするんやということで、池田先生からね、博士課程に進むのか、それとも就職するのかと。やけど、池田先生は博士課程に進んでくれと。君は必要だっていうことでしたね。そんな悩みをね、みんなのこの、この、池田県の明るさでね、ぶっ飛ばしてくれたという、いいお家でしたね。これからもここで眠るんだっていうね。だからここでよく寝てたのね。で、一方、氷室ね、あやめが風邪をひいて、急に、ね、雪村深夜が、お見舞いに行ったけど、どっちやねんっていうのはね、おもろかったですよね。とっさにこうね、かなでちゃんが来て、布団の中で、しかも、太ももの間に隠れるとか最高やろ。で、宇宙のことを考えてたと。結果的に、そのね、風邪
雪村が風邪をひくという、いいお家でしたけどね。で、一方、えなは筋トレをして、記憶力、筋トレした方が 6% 上がるみたいなのをね、出して、池田教授が喜ぶみたいな。早くね、やっぱりその最後ね、結果、小助の理想ってエナなんじゃないかなと思ったけど、やっぱそうでしたよね。ここ、はよ付き合えと、僕は思います。あとはもう、そのね、雪村と氷室も、早く好きを証明してね、きっちり付き合ってほしいなと。ということで、今回はね、茨田エナの、ちょっといいお話というかね、そんな感じでしたね。面白かったです。ちょっと雪村、羨ましかったですね、今回ね。はい、ということで、理系が恋に落ちたので、落ちたからか。あれ？ちょっと待って。ここ書き間違えた。書き間違えた。すいません。恋に落ちたからって書いてある。恋に落ちたのでですね、証明してみた、ハート3話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。今冒頭でもお伝えしたようにね、もう現在仕事収入なく、スケジュール帳真っ白、お先真っ暗、マジでこれほんま辛いです、毎日が。いつまでコロナ続くねん、これね。もう3年目ですよ。で、僕はマジで貯金だけでね、なんとかやりくりしてここまでやってます。で、アニメのリアクションもね、真剣に2年と19日続けてきてますけども、今のところは、もう2年と20日か今日でね、こんなことしないとできないんですけどね。そんな中でね、大量に動画が消えるというね、不幸に見舞われ、そこからずっと2桁再生で、心がこの4、5ヶ月ずっと砕けちゃったままですけどね、なんとか、歯食いしばって持ちこたえてね、活動を続けてるところなんで、ぜひとも皆様の応援よろしくお願いいたします。はい。でね、僕のほんまの、本職を知っていただきたいので、パフォーマンス、雑談、ジャグリングというね、再生リスト、していただいて、一つでもいいんで動画見てください。一つでもいいです。で、いつの日かね、僕のショーを皆さんには生で見てほしいと思ってますんで。